ルドルフ・ビークマンは、ドイツの画家、建築家、美術師屋である。画家としては、町系画で知られる、デュッセルドルフ美術アカデミーの教授を長く務めた、ニーダーザク先週のノルド支店面で軍人の息子に、生まれた、ワーテルローの戦いで、父親が戦死した後、ハノーファーに移った。ハノーファーの高校で、建築や数学を学び、建築家になった、アンドレー。 オーガスとハインリヒ・アンドレア、1804から1846と友人になり、アンドレアへと共に、ゲッティンゲン大学に進み、歴史や自然科学、考古学を学び、ギリシャ神話の研究者、ミューラーの講義に興味を持った。ダルムシュタットで建築家のモラーのもとで、美術史の研究を行い、ローマでの研究をモラーに進められた。1828年から、 ドイツ考古学研究所の調査隊に加わり、ポンペイの壁画の調査をした。1832年までイタリアに泊まり、ローマのドイツ人芸術家のサークルの一員であった。ハノーファーに戻った後は、ハノーファーの街の街系画を描き、1835年にハンガ州を出版した。1836年にデュッセルドルフに移った、ポンペイでの研究に基づく著書を出版し、 建築家のレオフォン・クレンツへと論争をした。1836年から、デュッセルドルフ美術アカデミーで教え始め、1839年に建築図学の教授となり、1846年からは校長のフリードリヒビルヘルムシャドウの下で学芸主任を務めた。1857年に、イギリスの王立建築家協会の巡回員に選ばれた。ありがとうございます。